こんにちは。TTS の川本です。この動画は、量子コンピューターの基礎第3弾で、アニーリングマシンを使ってグラフ分割問題を解いてみます。アニーリングマシンを使うのは今回が最後になりますので、簡単なまとめもしてみようと思います。よろしくお願いします。唐突ですが、動画をご覧くださっている方は、日本の何地方にお住まいでしょうか？私は勤務地がある厚木市を含む関東地方に住んでいます。日本の地方区分にはいろいろ種類があるみたいなんですが、代表的な分け方は北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、そして九州沖縄の8区分になるそうです。歴史的な背景などがたくさんあるようですが、ざっくりと言えば地理的に近い県がまとめられているということだと思います。現代では航空機などの遠距離移動手段が豊富で、かつインターネットで世界中がつながっています。このためこうした地理的な近さというのは意味を失いつつあるというふうに思います。より現代人の生活に合った地方区分が存在するかもしれません。今日はこれをアニーリングマシンで探してみます。こうしたグループ分けみたいなことをする手法の一つにグラフ分割問題があります。有名な空手クラブデータセットを使ってご説明します。このデータセットは、ある大学の空手部のメンバー34名の交友関係を示しています。エッジと呼ばれるペアの数字が使われていて、例えば1、3というエッジでは、メンバー1とメンバー3がつながっている。つまり仲が良いということを表しています。データセットには156個のエッジ、つまり交友関係が含まれています。それは全てを可視化するとこのようになります。仲の良い者同士が友達の友達、またさらにその友達のような形でつながっていて、いわゆる派閥のような構造を成しているということがわかります。ご覧いただいた図はデータセットに含まれる派閥の世界値を使って書いていますが、統計的な解析によってエッジのみから派閥の傾向をつかむことができそうです。その手法の一つが久保によるグラフ分割です。では空手データセットを参考に仲の良い県を表現していきます。総務省が公開している住民基本台帳人口移動報告の中に県の間の移住者の数というデータがあります。少し無理やりですが、今回は移住者が多い県同士は仲が良いということにします。ご覧いただいているのは移住者の数をヒートマップで表したものです。47都道府県の組み合わせを表すマトリックスになっていて、縦軸から横軸への移住者が多い位置で色が明るくなっています。図を見ると、左上の領域が特に明るくなっています。これは実は東京都の周りです。首都圏と呼ばれる埼玉県や神奈川県、千葉県から東京都に移住したり、その逆をする人の数が多いということを表しています。これはつまり引っ越しをする人が首都圏に集中しているということなんですが、単純に住んでいる人が多いから移動が多いという事情もありそうです。これでは県同士の仲の良さを純粋に表現することができません。そこで少し工夫をします。単純に移住者が多ければ仲が良いという捉え方ではなく、移住者が少ない県同士は仲が悪いという定義に変えます。各県について移住先ランキングでワースト10に入らない県は仲が良い。そうでない県は仲が悪いということにします。この定義に基づいて書き直したヒートマップがこちらです。先ほどと違って仲が良いか悪いかの2択になっていて、よりシンプルな表現になっています。この行列を久保で使います。実際に計算をしてみると、ご覧いただいているような何パターンもの答えが出てきました。ちなみにシミュレーションの結果です。私が勉強不足でやり方が間違っているのかもしれないんですが、リープではまともに答えが出ませんでした。少し残念ですが、
今回はシミュレーションの結果を見ていくことにします。飛び島みたいになっている県が見られるものの、全体的には私たちが今使っている8区分に近くなっているように見えます。これなんかまさに東北地方、中部地方、四国中国地方、九州地方みたいな感じです。得られた結果についてもう少し詳しく考察します。日本はほぼ単民族国家で、細かな地方なまりはあるものの言語も統一されています。ヨーロッパ諸国に見られるような格差や独立運動などが少なく、比較的穏やかな国です。薩摩と会津が仲が悪いみたいなローカル文化はありそうですが、私個人的には日本の中であればどこにでも住むことができそうです。ただそれは私が長らく首都圏に住んできたという背景があるのかもしれません。仕事の転勤、あるいは平穏を求めて首都圏から地方に移住するという話はよく聞きますし、とても自然なことです。逆に学びの場や仕事を求めて地方から首都圏に出てくるという方も多いでしょう。一方で先ほどご覧いただいたヒートマップからも明らかなんですが、地方から別の地方へ移住するという方は少ないですよね。つまりアニーリングマシンが今回現行の8区分に近い結果を出したということは、距離が近い県同士をまとめるというやり方に一定の妥当性があるということを意味していると思います。納得はできるんですが、何の面白みもありません。面白みのない結果になったのは、移住という物理的な距離の影響を受けやすいデータを使ったからだと考えられます。例えば SNS での交友関係のようなデータを使えば、元現代人の生活に合った答えになった可能性があります。例えば社内で従業員間のメールやチャットのやり取りのデータを使って組織のチーム作りに役立てるというようなことも可能かと思います。ただ今回私の能力不足もあるんですが、仲の良い者同士を集めるのではなくて、仲の悪い者同士を引き離すといういわばコンサバティブな動き方になっています。揉め事が起きない無難なチームは作れても、活発なコミュニケーションや、イノベーションが生まれるようなチームにはならないかもしれないです。最後に応用です。前回、今回と2回にわたってアニーリングマシンを使ってみました。アニーリングマシンは組み合わせ最適化問題の一種である クボ に特化して量子コンピューターの実用を急いだものです。クボはグラフ分割問題のような一部の問題で効力を発揮しますが、逆に言うとごく限られた問題でしか役に立ちません。アニーリングマシンは使えないとか、そもそも量子コンピューターとは呼べないという考え方の研究者もいるようです。私自身は量子コンピューターの定義のようなことには興味がありません。これを使って尖っていけるかだけに注目して見てきたわけなんですが、正直微妙かなというふうに感じました。アニーリングマシンで問題を解くためには問題を区号で表現する必要があります。区号の表現というのは、数式が苦手な方には意外に感じられるかもしれませんが、非常にシンプルで遠慮なく申し上げれば簡単すぎます。簡単に作れるということは、多くの人が同じように作れたりできることのバリエーションが少ないということです。つまりプログラムの書き方や数式の立て方では尖っていけません。実はこれは私がディープラーニングに感じてきたのと同じことです。ディープラーニングは IT 大手がプラットフォームを固めてしまっているために、難しいソースを自分で書かなくても AI を作れてしまいます。優劣を決めるのはプログラミングや数学の技術ではなく、どんなデータを使うかになります。これはつまり大量のデータを Web 経由で集めるですとか、単純なデータ処理をアルバイトを管理して大量にこなすというような組織力や企画力の勝負になるということです。もちろんそれも一つの仕事のやり方なんですが、中小企業や私のように個人の能力で突き進みたい
という場合には不向きです。今回アニーリングマシーンにも同じ匂いを感じました。前回からを通してアニーリングマシーンの汎用性について考えてきましたが、アニーリングマシーンが何に使えるかという考え方がそもそも間違っていると感じました。これからアニーリングマシーンを使って結果得をしていく方というのは、開拓心を持って新しいビジネスを立ち上げる方だと思います。現行のビジネスの一部をアニーリングマシーンで高速化しようというような話ではなくて、アニーリングマシーンと親和性の高い全く新しい事業を起こすイメージです。かつてディープラーニングも同じでした。ディープラーニングもかなり限られた用途でしか使えない技術ですので、これ本当に使えるのかという感じだったんです。ですがその可能性に目をつけて、いち早くデータを収集したり、プラットフォームを構築して成功したのが Google であり、旧 Facebook です。そこにチャレンジしたい起業家の方に向いているというふうに思います。一方で、いわゆるデータサイエンティストのようなエンジニアの方とか、私のようにアプリケーション寄りの研究者にとっては、あくまで一オプションなのかなというふうに思います。この動画ではアニーリングマシンを使ってグラフ分割問題を解いてみました。またシリーズの中間まとめとしてアニーリングマシンの発展性について考察しました。次回からはブルーキャットやキスキットを使ってより汎用的な量子コンピューティングにトライしてみようと思っています。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。